はい、続きまして第5節設立に入っていきましょうこのテーマは本試験対策から見るとそれほど出題実績のないテーマではありますけれども実務上は必要な知識と言えますよね例えば創業支援の場などでも会社を設立するためにどのような手続きが必要なのか、まあ、これは押さえておく必要があるかと思います。ここでは テキストを通して一緒にポイントを確認しておきましょうまずテキスト一番設立概要というところを見ていきますと最初に図が出てきます株式会社の設立要件という図ですねそこでは設立要件を5つ挙げていますその5つというのはこちらですねまず定管の作成次に社員の確定それから 機関のの会社財産の形成、最後に設立登記ということでこの5つですね順番にこの流れがあるというふうに捉えられますけれどもこの後それぞれぞについいてて詳ししく見ていきましょう。その前にテキスト1番のところですね括弧に設立の方法ということで1発起設立。 募集設立とありますこちらの違いを確認ししていきままょうまず1発起設立については発起設立とは発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法であるとこれに対してに募集設立」ですね募集設立とは発起人が設立時発行株式の一部を引き受けるほか 設立時発行株式を引き受ける者の募集を行い発起人以外の者が残りの株式を引き受ける方法であるということですね。ここで「発起人」という言葉が出てきましたけれどもこちらも確認をしておきましょう。テキストページめくっていただいて2番の「定款の作成」のところですね「括弧2」に「発起人」について説明があります。 こちら見ていきますと、発起人とは会社の設立の企画者として定款に署名または記名応押印したものを言うということで定款についてはまた後ほど確認をしていきましょうで次の文章を見ておきますと人数は1人でもよい自然人のみならず法人でもよいそれから発起人には設立時株式引き受け義務があり 一株以上引き受けなければならないということですね先ほど募集設立について見てきましたけれどもその中で発起人は少なくとも一株は引き受けなければならないということになります全く引き受けずに他のものが全て引き受けるまあこれはできませんよということですねはい ではテキストまた1番の方戻っていただいて今度確保3資本金のところですね確認をしていきましょう1円での創業が可能であるが定款に記載する設立に際して出資される財産の価格または最低額を下回ることはできないということですね皆さんも1円で創業が可能ということはご存知かと思いますけれどもかかる費用が 1>, 1円で済むということではありませんよねこのあたりまた後ほど確認していきたいと思います次に括弧4類似称号ということで同一の称号を同一の住所に登記することはできないまあ、さすがに同じ住所に同じ称号があったらこれはとんでもなく紛らわしいことになりますのでこれは認められていないということですね では例えばあの有名な会社の称号をいや使っていいのかななんて考えてしまいがちですけれどもこれはままた別に規制があります不正の目的をもって他の会社と誤認させる恐れのあるような名称または称号を使ってはならないという決まりがあります。それから他に 不正競争防止法といったところもありますよねまあ、こうした点も合わせて押さえておきましょうはい。ではまあ、テキスト次のところまた大きく図がありますね設立の手続きの流れということで国旗設立と募集設立についてそれぞれ手続きの流れが図で表されていますこちらの内容は この後ですねそれぞれについて学習を進めながらこの図をまた照らし合わせてですね確認をしていただければと思いますでは2番ですね定観の作成ですねこちらについて詳しく見ていきましょうまずテキスト1ですね2番の1定観のところですね定観とは何かということで1行目見ていきますと 株式会社における定款とは株式会社の組織と活動に関する根本規則をいうと非常に重要な位置づけになります。この定款において何を定めなければならないのかこちらこの後見ていきますけれどもその前にこの括弧1のところですね4行目のところを見ていきますと 定款を書面で作成するときは発起人が署名または記名応押印しなければならない、まあ、それから書面で作成された定款が効力を生じるには交渉人の認証が必要であるということになりますでは続いて定弧さんの内容ですねこちらを見ていきましょうこの定款の内容についてはここですね テキストを見ていきますと二、丸三、この3つに大きく分けられますこの3つというのはこちらですねまずは絶対的記載事項それから相対的記載事項それから任意的記載事項ですねこの3種類になりますではまず一、絶対的記載事項こちらの内容から確認していきましょう 1>, 1行目ですね定款に必ず記載しなければならない事項でその記載がないと定款全体が無効となる事項を言うということですね定款に必ず定めなければならないともし定めていなければ定款全体が無効となるということですねではどんな内容がこれにあたるのかといいますと次の文章ですね目的証号本店の所在地 設立に際して出資される財産の価格またはその最低額これは先ほども出てきたところですね。それから発起人の氏名または名称および住所発行可能株式総数が該当するということですね。でここで具体的な例として全部で6つ挙げられていますけれどもこちらの内容についてはしっかりと押さえておきましょう。 でここで特に注意を要するのは4つ目に出てきた設立に際して出資される財産の価格またはその最低額ですね。これなぜこのような書き方をしているのかといいますと、まあ、先ほど「募集設立」について見てきましたけれども募集設立においては発起人以外の者が株式を引き受けていくことになりますよね。でそののに発起人以外のものが 私が引き受けますよと言っておきながら実際に払い込みがされないこういったケースも想定することができるわけですよね。そこでこのような設立に際して出資される財産の価格またはその最低額といったような書き方をしています。ここでこの「資本金」というのがありますけれども資本金については 絶対的記載事項ではないということになりますのでこの点ですね合わせて押さえておきましょうはいでは次に丸 ② 相対的記載事項こちらも確認をしていきましょう1行目ですね定款に記載しなくても定款自体の効力は有効であるが定款で定めない限りその効力が認められないような事項を言うということですね まあ先ほどとまた異なりますけれども定款で定めていなくても定款自体は有効であるということですね無効とはならないけれどもでもその内容について定めようとすれば定款で定めない限り効力が認められないとこれが相対的記載事項ということになります。ではどんな内容がこれに当たるのかということでテキストでは「 大きく二つ例を挙げていますよねこちら変態設立事項と広告方法ですねこの二つについてはこの相対的記載事項の例ということでセットで押さえていきましょうこの相対的記載事項と後ほど見ていく任意的記載事項言葉だけだとどちらがどちらかちょっと分かりづらいですよね そこで、この相対的再事項については、この2つを例として、セットで押さえていきましょう。ではですね、テキストの戻っていただいて、例のところですね、丸2の例のところ、変態設立事項については、また後ほど詳しく見ていきましょう。次の広告方法ですね、こちら見ていきますと、次のいずれかを定めることができるということで、 一、官報に掲載する方法2時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法三、電子広告ということでこの株式会社というのは公に知らせるこの広告ですねこういった形をとって公に知らせていく必要がありますよということですね。 でその方法というのをこの3つの中から選ぶことができるということですね。で、もしこの内容について、この定款で定めていない場合には、1ですね、官報に掲載する方法が取られることになります。はい、では、次に、3、任意的記載事項ですね。こちら、1行目見ていきますと。 定款に記載しなくても定款の効力自体には影響がなくかつ定款外において定めても当事者を拘束する事項を言うということですね。今まで見てきた2つとはまた違う内容ですね。定款に定めてもまあいいし、まあ、定めなくてもいいということですね。後から定めることもできるということですね。定款以外のところで定めることも可能ですよと、まあ、こういったところですね。 任意的記載事項にあたるということで具体的な例としてここで挙げられているのは政治総会の招集時期総会の議長取締役の人数などが該当するということですねここではこの3つですね絶対的記載事項相対的記載事項それから任意的記載事項この違いしっかりと押さえていきましょう では続いて括弧4ですね変態設立事項こちらも詳しく見ていきたいと思いますまず一行目のところですね変態設立事項とは何かということで変態設立事項とは定管の相対的記載事項の一つで会社の財産的基礎資本充実を危うくする事項であるということですね 会社設立時の定款、これを原始定款と言いますけれども原始定款に記載しなければ効力が認められないといっそ厳しい内容になっているわけですよねなぜこの原始定款に記載しなければ効力が認められないといった形を取っているのかというとこの1行目ありましたように会社の財産的基礎を危うくする事項だからということなんですね ではどのような内容がこの変態設立事項にあたるのかと言いますとテキスト丸2のところをですね見ていきますと大きく4つ挙げられていますね A 現物出資 B 財産引受け C 起任の報酬特別な利益 D 設立費用とありますでこの中で特にですねここでは 現物出資それから財産引受けですねこの二つの違いを一緒に確認していきたいと思いますテキストのを見ていきますと現物出資のところですね説明一行目とか見ていきますと金銭以外の財産動産不動産債権、知的財産権等をもってする出資であるということですねですからこの現物出資においては 金銭以外の財産ということはこの実際に出資された額がいくらなのかこの評価が大切になってきますよね。実際に評価が間違っていたら先ほど見てきたように会社の財産的基礎を危うくすることになりますのでここは注意が必要なわけですよね。従って1手続きのところに出てきますように1行目ですね。 原則として裁判所の選任する検査役の調査を受けなければならないということになります。はいまあ、それから補足してですね一緒に確認しておきたいのは先ほどの 2A 現物出資の今1行目見てきましたけれども2行目のところですね会社設立時の現物出資は発起人に限定されているわけですけれども次のところ。 設立後の募集株式発行の場合は対象者が限定されないため誰でも現物出資できるとこのような形になります。またこの設立後の募集株式発行についてはまた後のテーマでも触れていきますのでここではですねこの会社設立時においては発起人に限定されているこのような 厳しいい形が取られている、まあ、それは最初に見てきたように会社の財産的基礎を危うくする事項だからということですねこの点はしっかり押さえておいてください。それから B の財産引き受けですねこちら現物趣旨とどこが違うのかということで1行目見ていきますと発起人が会社のために会社の成立を条件として株式会社の成立後に 特定のものから一定の財産を譲り受けることを訳する契約であるということですねこの内容ですね下の方に図が出てきますけれどもこちらを通してまた一緒に確認をしていきましょう現物出資の図についてはご覧いただければご理解いただけるかと思いますけれども次に出てくる財産引受の図ですね まずこの図の中では左側の方を見ていただきますと会社成立前においては出資者から金銭ですね、上から下へ矢印が会社に払い込まれて会社は株式を出資者に対して発行していくこの点はよろしいかと思いますけれども今度右の方ですを見ていただきますと会社成立後において出資者から会社に矢印財産という流れがありますよね。 これに対して会社の方から金銭という矢印が出資者に対して向いています。ここ吹き出しのところ見ていきますと、会社成立後の財産の売買を訳する会社成立前の契約とありますね。会社成立前において会社が成立したらこのような売買をしようというのをあらかじめ決めておく。 これが財産引受けということになります、まあ、ここでもこの図を通して見ていただくと明らかなように金銭が会社から出ていくということは財産的基礎を危うくする恐れがあるわけですよねですからここにも規制がかけられているということになります。ここで見てきたこの現物出資と財産引受けの違いですねしっかりと押さえておきましょう。はい では、テキストですね、この財産引き受けの次に出てくる C、発起人の報酬、特別な利益、まあ、それから D、設立費用、この内容については皆さん、一通り目を通しておいてください。はいでは、続いてですね、3番、社員の確定というところを見ていきましょう。今、1つ目が終わったところで、今度こちら、2つ目のところですね。 テキストのを見ていきますとこの3番社員の確定のところでは確固に株式の引き受けというところですね丸に募集設立の場合とありますけれどもここで図が出てきますよね。株式の募集から払い込みまでの流れということでこちらの流れについて一通り確認をしておきたいと思います。まずは こんなケースを想像してみてみください、まあ、先ほどの募集設立のケースで全体としてですね1,000万円お金を集めようという中で発起人が500万円お金を出しますよ残り500万円は株式を引き受けてくれる人を募集しようとそこで、発起人がこの500万円分について A さん、B さん、C さん3人に声をかけたとしましょう。 その3人がそれぞれですね300万円出資するよとこのように返事をいただいたとしますと国旗人はこの ABC3 人に対してどのようにどのような割合で引き受けてもらうのがいいのかこの点決まりがあるのかというところですけれどもこの点についてテキストですね。に株式のの引き受けの 募集設立の場合のところの C のところですね申し込み割り当て引き受け払い込みこちらの3行目のところを見ていきますと募集設立にあたってどの申し込み者に対して何株を割り当てるのかについての決定は発起人の自由とされこれを割り当て自由の原則というということなんですね。 ですから今のようなケースで考えてみますとこの500万円分について A さん B さん C さんにど,のようにどのような割合で引き受けてもらうのかというのはこれは発起人が自由に決められるということなんですね。で先ほどの図ですね株式の募集から払い込みまでの流れのところですね一通り確認しておきますとまず 会社から出資者に対して ① 募集とありますねこれは先ほどの例では A さん B さんに C さんに対してこの株式を引き受けてくれませんかということで声をかけるというのが募集にあたるわけですよね。それから ② 申し込みこれは出資者から会社に矢印がありますけれども A さん B さん C さんからそれぞれ300万円出資するよという返事があったこれが申し込みにあたる内容ですよね。 それから ③ 割り当てということですねここが今お話ししてきた内容ですね。発起人が A さん、B さん、C さんにどのような割合で割り当てるのかというのは発起人が自由に決められるということになります。次に、4引き受けということで出資者から会社に対してそれでいいですよということで引き受けますよということで返事があって ⑤ 実際に払い込みがなされると、まあ、このような流れがあるということですねはいでは続いて四番ですね期間の具備こちらを確認していきましょう今度はこちら三つ目の内容ですねこの期間につきましては先に見てきたこの第三節で見てきた期間のところに当たる内容ですよね 株式会社においては最低限度のこの期間設計ですねとしては株主総会と取締役が必要でしたけれどもあ他にどのような期間を設置していくというのはそれぞれの会社において決めてい,くいけばよいということでしたよね。 ここで書いてある内容については皆さん一通り目を通して確認しておいてください,、はい。では次に5番、会社財産の形成というところですね。こちら4つ目の内容について見ていきましょう。まずはテキストですね。括弧1、出資の履行というところですね。でこちらの内容につきましては、 赤文字になっていますけれども内容については皆さん一通り目を通していただければご理解いただけるかと思いますそれから、括弧に執権についてもやはり同様に目を通しておいてくださいそれから、括弧三3ですね払い込み取扱期間と払い込み保管署名ということでここ、括弧に本試験で出題されている内容ですけれども、一払い込み取扱期間こちらはですね の不正行為を防止し払い込みを確実にするため払い込みは銀行信託会社等の払い込み取り扱い場所にしなければならないということですね。これは例えば単数預金がありますよと言ってもそれははっきり証明することはできないわけですよね。まあ、そういったところからもこのように払い込みは銀行や信託会社等の 払い込み取扱い場所にしなければならないということになりますで次に「丸に「払い込み保管証明」というところを見ていきますと商業登記法では設立登記の際に銀行口座の残高証明等の方法を求めているということなんですけれども募集設立の場合のみ払い込み取扱い期間による払い込み保管証明が必要ということになります。 一方、発起設立の場合には、この払い込み保管証明までは必要ではないということになります。まあ、この点、違いがあるということですね。で次に、括弧4、仮想の払い込みですね。こちらも確認しておきますと、丸1、預け合い、丸2、見せ金といったところありますね。まずは、1、預け合いの方を見ていきますと、発起人が、 払い込み取扱い機関から借り入れをしてそれを設立中の会社の預金に振り替えて払い込みに当てるがこの借り入れを弁済するまでは会社の預金を引き出さないことを約束するということですね。払い込みを取り扱いしてもらうこの金融機関ですねそこから借り入れたものをこの払い込みに当てるということですね。見せかけ上は このお金があるということにはなりますけれども、これ外から見たときにやっぱり債権者を欺くということになりますよね。ですからこれは止められないと無効であるということになります。それから丸に見せがの方を見ていきますと、こちらについては発起人が払い込み取扱期間以外のものから借り入れた金銭を株式の払い込みにあて 会社の成立後にこれを引き出して借入金の返済に充てることを言うということですね。今度はほかから借りてきてそれを払い込みに当てて会社が成立したらまたそこから引き出して借入れを返済するとやはりこれもですね再建者を欺くこうしたことはやはり認められないということでこの仮想の払い込みということでこの点。 押さえておきましょうははい。では次に括弧5変態設立事項の調査ですねこちら複数回本試験でも出題されている内容ですのでしっかりと確認をしておきたいと思いますまずこの変態設立事項につきましては先ほどですねこちら場所の方でも見てきたところですけれどもこの変態設立事項についてはですねこちら 調査が必要ですよということでこの原則としては検査薬ですね裁判所が選任した検査薬の調査が必要ということになりますこれはこの評価額が正しいかどうかというところを確認する必要があるわけですよねまあ、ただしですねこの原則に対して例外がありますよということですねこちらの内容をテキストで確認をしていきますと 3行目のところですね例外として現物出資と財産引受けについては次の場合は検査役の調査は不要であるということですね。先ほどテキストちょっと戻っていただきますと2番の定款の作成のところですね4変態設立事項の2のところでこの変態設立事項に該当する4つの事項。 挙げられていましたけれどもその4つの中の2つですねこちら板書に書いた現物出資と財産引受けについてはこの例外が認められるということなんですねこちらね、この2つについては例外が認められますよということでこちらですね合わせて確認をしておきましょうではテキストの方ですね 見ていきますと5番の会社財産の形成のところを戻っていただいて括弧5変態設立事項の調査の今度は5行目のところですね1のところを見ていきますとその対象となる財産の価格が少額の場合ということで500万円以下の場合にはこの検査役の調査は不要ですよということですね。 それから2その対象となる財産が市場価格のある有価証券の場合ですね定款記載の価格がその市場の価格法務省令を超えない時に限るということになりますけれども市場価格があるということになればこれは検査をしなくても明確ということが言えるわけですよね。まずはこの12ですね。 押さえていただいたところで、この丸3の方ですね、こちらですね、違いがありますので、こちら、しっかりまたテキストで確認をしておきたいと思います。丸3のところを見ていきますと、現物出資財産引受けが相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、または税理士法人の証明を受けた場合ということですね。 で括弧の中不動産の場合には不動産鑑定士の鑑定評価も必要ということになります今の内容ですね場所の方で整理をしておきますと不動産以外ですね現物が不動産以外の場合であればこちらちょっと省略して書いておりますけれどもこちらですねまあ専門家の証明が必要ですよ不動産であればこの証明に加えて 不動産の鑑定評価も必要ですよこのようなな位置づけになりますこの点ですね大きく3つこの変態設立事項の調査が不要であるこの例外のケースということでこちらですねまたこの現物趣旨と財産引き受けこのケースにおいてのみ認められるということでこの内容ですねセットで押さえておいてください。 はい、ではテキストのまた戻っていきまして今度は括弧6ですねこちらの内容は目を通していただければと思いますまあ、それから括弧7設立経過の調査ですねこちらも目を通していただければと思いますけれども丸2のところに創立総会という言葉が出てきます創立総会ですねこちらは募集設立の場合だけですね出てくる内容になりますので 内容についてはですね、ここ、テキストを通して確認しておいてください。はいでは、続いて、テキスト6番ですね、設立登記ですね、こちら、5つの要件の中の最後になりますけれども、この設立登記については、括弧4、登録免許税のところですね、見ておきますと、 ここ先ほど、資本金のところで1円での創業が可能であるといった記述がありましたけれどもここ見ていきますと株式会社の設立等記事に納める登録免許税は資本金の額に千分の七を乗じた金額またはその金額が15万円に満たないときは15万円とありますので少なくとも登録免許税は15万円は必要になるということ。 この点先ほどの内容と対比して押さえておきましょう続いて7番ですね登記事項証明書ですねここでは大きく現在事故を証明書それから履歴事故を証明書があるということがお分かりいただけるかと思います。内容にについいてては目を通していただくとともに 皆さんご自身でもし現物をご覧になったことがなければこれはインターネットでですね画像を通してまた内容の方確認をしていただければと思いますはいではここまででこの第5節設立についてポイントを一通り確認してきましたがいかがでしょうかはいではこのテーマここまでにいたしまして続いて 第六節ですね資金調達に入っていくことにいたしましょうでは板書の方また切り替えていきますのでこちら今一度板書の方ですね確認をしてくださいよろしくお願いいたしますはい続きまして第六節ですね資金調達に入っていきましょう 資金調達といいますと財務会計とも関連のあるところですけれどもこの会社法において何を見ていくのかといいますとこちら直接金融に大きく関わっているんですね。テキストをまずは最初のところを見ていきますと図がありますよね。株式会社のの資金調達の体系という図ですね。ここでは資金調達はまず大きく内部金融と外部金融に分かれています。 内部金融の方では自己金融、まあ、それから原価償却費、内部留保利益といった言葉が出ていますね。一方、外部金融の方を見ていきますと、ここで直接金融が出てきます。まあ、それから間接金融、企業間信用とあります。直接金融のところを見ていくと、新株発行、新株予約券、社債発行とあります。これらについて、 会社法でではルールーを定めているんですねこの後このルールについて確認をしていきましょうではテキスト次のところを見ていくとまた図がありますよね新株発行の分類という図ですねこちらも確認をしておきますと新株発行というのは大きく設立時の株式発行と会社成立後の新株発行に分かれています設立時にについては先に 見てきたところですのでここでは会社成立後の新株発行について見ていきましょう会社成立後の新株発行はまた2つに分かれています通常の新株発行と特殊の新株発行ということでここでは通常の新株発行について確認をしていきましょう右の方に目を移していくと募集株式の発行という言葉がありますちなみに特殊の新株発行の方も見ておきますと さらに2つに分かれていて上の方では株式分割株式の無償割り当てに伴う新株発行ということでこれらの言葉は第2節のところで出てきた言葉ですね一方下の方を見ていきますと組織再編に伴う新株発行ということでこれらはこの後第7節ですね組織の基礎的変更のところで見ていく内容となります ではテキスト次に2番のところですねこちら募集株式の発行とこちらを確認していきましょうまずテキスト最初のところ「こ #1 定義」ということで「募集株式」という言葉が出てきますのでこちらの内容から確認をしておきましょう募集株式とは募集に応じて株式会社が発行する株式「括弧新株」 または株式会社の処分する自己株式の引き受けの申し込みをした者に対して割り当てる株式これが募集株式となりますで次の丸にも見ておきますと募集株式の発行等ということで新株発行通常の新株発行や自己株式処分を行うことであるということでこの募集株式の発行等の 等というののははこれは自己株式の処分を含んでは次に括弧に留意点のところを見ておきますと既存株主の保護と機動的な資金調達の両立が問題となるということで既存株主の保護を図りつつ機動的に資金調達を行っていく、まあ、一見相反する要素もあるように考えられますけども 両立していくことが必要となりますこの後また詳しく見ていきましょうでは次にテキスト3のところですね募集事項の決定と公示ということで括弧の中公開会社における株主割当て以外の場合とありますこの後テキストではこちらですね見ていただきますとまず 公開会社の場合ですね公開会社の場合ですけれども株主割当てを除いてですね公開会社の場合をまず基本の形として見た上で次に譲渡制限会社の場合ですねやはり株主割当て以外の場合を次に見ていきましょう。で3つ目に株主割当ての場合ということでそれぞれですね何が特徴なのかというところを確認をしていきたいと思います。 それではまずですね、この1つ目、公開会社の場合ということで、テキスト、カッコ3のところですね、1、募集事項の決定ということで、ここ、本文赤文字になっていますので、一緒に確認をしておきましょう。募集に応じて、株式の引き受けの申し込みをしたものに対して割り当てる株式、これが募集株式ですけども、この募集株式の発行するためには、次、重要ですね。 取締役会決議で募集株式数募集株式の払い込み金額等を決定しなければならないとあります。すぐ下に図がありますね。募集新株の募集事項の決定ということで、過去株主割り当て以外の場合こちらの図を見ていただきますとまず一番外側の四角ですね。株式会社とあります。左の方に 株主総会特別決議とありますねこの募集株式の発行というのは当然株主に影響を与える内容ですよねしたがって株主総会の特別決議が必要になる考え方としてこれは原則と考えられるわけですけれども真ん中の四角見ていきますと公開会社の四角ですね。ここでは 取締役会決議とあります取締役会決議で決定できるということなんですねなぜできるのかと言いますとすぐ下に言葉がありますね受験資本制度という言葉がありますこちら受験資本制度ですねこの言葉第2節の株式のところでも出てきましたけれども受験資本制度というのはあらかじめ定款で 発行可能株式総数を定めてておいてその範囲内で取締役会決議等で適宜発行を決めることができるとこういった内容でしたよね。で公開会社の場合にはさらにルールがありましてこの発行可能株式総数のうち設立時において少なくとも4分の1以上 株式を発行しなければならないといったルールがありましたこの点ですね確認をしておきますとまずまイメージとして発行可能株式総数ですね発行可能株式総数のうちま設立時において少なくとも4分の1以上ですね株式を発行しなければならないということでそうしますと 残り4分の3についてはこれはあらかじめ決められたこの範囲内で株式を発行することができるということでこの範囲内においては既存株主の保護を図りつつ自動的な資金調達を行うことができるということになりますよね。こここのの点先ほど見ててててきたこの両立を図っいいるということとうで特徴として抑えて ではテキスト図の方戻っていただいて今度は一番内側の四角見ていきますと有利発行ということが出てきますよねここでは株主総会特別決議とありますこちらの内容を確認していきますとテキスト ③ 有利発行のところですね既存株主の保護のため株主以外のものに対して募集株式を 特に有利な払い込み金額で発行する場合は原則として株主総会の特別決議が必要となるということなんですね。で今見てきたこの図ですね。この図を通してこの募集株式の発行に際して必要な内容ですね。意思決定は誰が行うのかといったところを確認をしていただければと思います。では次に。 今のこの公開会社につきましてはテキストの内容ですね、丸2、募集事項の公示、それから四支配株主の移動を伴う募集株式の発行と、それから五公開会社による譲渡制限株式を追加発行、こちらの内容については皆さん、目を通しておいてください。ここまででまずは公開会社の場合ですね、こちらについて確認をしてきました。次に 上制限会社の場合こちら確認をししていきましょう今度はテキスト4のところですねでここ見ていきますと1行目のところですね募集事項は株主総会の特別決議で決定する点以外は公開会社の株式募集手続きとほぼ同様であるということで譲渡制限会社においてはこれは株主総会の特別決議で 決定していいく必要ががああるるるとととと先ほどの公開会社とはこここ異なる点であるということでうすねただしテキスト3行目の後半のところを見ていきますと資金調達の便宜を図るため株主総会の特別決議により取締役会各個取締役会非設置会社では取締役に一定範囲で募集事項の決定を委任できるということで、まあ、このような形も 取られていいるということですねでこの点ですね、ここまで、まずは公開会社の場合と譲渡制限会社の場合ですね、こちら、特徴を確認していただいたところで、今度3つ目ですね、株,式あ株主割当の場合ですね、こちら、確認をしていきましょう。今度、カッ5のところですね、ここ、丸1株主割当とあります。こちら見ていきますと、会社は募集株式の募集において、 株主に株式過去自己株式を除くの割当てを受ける権利を与えることができるということですね。定款にその旨の規定がある場合を除いて会社が個々の募集株式の発行等に際して割当てを受ける権利を与えるか否かを定めるということですね。なぜこのような表現になっているのかといいますと次の文章。株主は 募集株式の発行等にあたって割り当てを受ける権利を当然には有していないということなんですね。このため、まあ、最初の文章ありましたように会社がこの株式の割り当てを受ける権利を与えることができるといった表現になっているんですね。この点この株主割り当ての特徴ということで押さえておきましょう。こここまでですねこの3つ それぞれの違い押さえていただいたところでテキストですね続いての括弧6募集株式の申し込み割り当て引き受けこちらについては皆さん一通り目を通しておいてください次に括弧7現物出資のところですねここはちょっと一通り一緒に確認をしておきたいと思いますまず1行目ですね会社法では募集株式発行等における現物出資を 取締役会等の決定事項としているということですねこれ設立で見てきた内容とは異なっていますよね設立の際には定款でこの現物趣旨については定める必要がありました定款において相対的記載事項ということでまあ、あらかじめこの定款に定めなければ効力を生じないという内容でしたよね 特にこの現物出資については全体設立事項ということで原子定款に定める必要があるといった特徴がありましたこれに対して今見てきたところですねここですね募集株式の発行に際しては取締役会の決定事項ということになるんですね内容が緩やかになっていますね この点次の文章を見ていきますと募集株式の発行の際に設立時のように定款に定めを要求すると株主総会の開催が必要となり受験資本制度の趣旨に反するためであるということですね。設立時に比べ会社設立後の募集株式の発行はリスクが小さいため規制が緩やかになっているとこのような位置づけになっています。 それから次の文章を見ておきますと現物出資に関する取締役の責任は過失責任である設立後の募集株式発行等の場合現物出資者の資格に制限はないということですねここもまた設立のときと異なる内容ですね設立の場合には発起人に限られていましたよねこうした点も特徴間違いがあるところと言えます では第2段落のところを見ていきますと設立時と同様原則として裁判所が選任した検査役による調査が必要という位置づけになります。ただしこれにはこの調査が不要な場合もあるということでこの点は次の段落ですねただし例外としてということでこの一から五 該当する場合はこの検査役の調査は不要ということになります。でこの丸1から丸5の中で丸1と丸5については設立時と異なる内容ですね。丸2丸3丸 ④, 4については設立時と同じ内容となります。で丸1と丸5ですね。まあ丸1のところはまず目を通して。 おいてくださいで丸5のところを見ていきますと、ここちょっと読んだだけでは分かりづらいかと思いますけれども、ここ、デッドエクイティスワップという言葉、出てきますよね、デッドエクイティスワップ。この言葉については、テキストめくっていただいて、5番ですね、その他の関連キーワードのところを見ていきますと、確保後に、まあ、DES ということで、確保、デッドエクイティスワップと出てきます。こちら一緒に目を通しておきますと デッドエクイティスワップとは借入金を株式に転換することであるということですね。再生を図る企業にとっては支払い利息の消滅と財務体質の向上をもたらし金融機関にとっては株式を取得することで経営に関与し企業の健全化を促進する効果が期待できるとあります。こちら少し補足をしておきますとこちらですねちょっとこの辺りに書いておきますけれども。 このデッドエクイティスワップを行う企業というのは、貸借対象表のを見ていきますと、ここ、アセット、デッド、エクイティと、このような形に表すことができますよね。アセット、デッド、エクイティですね。で、ここでこのデッドの部分が非常に大きい状態ですね。で、この状態からデッドエクイティスワップを行うと、 ちょっとこの右側の部分だけですね、書いていきますと、こちらですね、このような形ですね、まあ、今見てきたこの借入金を株式に転換することによって、この状態からこの状態に変えていくことがまあ可能ということになります。まあ、これがデッドエクイティスワップですね、まあ、イメージということで捉えてくださいで。この点ですね、踏まえていただいた上で、 今一度先ほどのですね現物出資のところですね丸5の内容を読んで一通り確認しておいてくださいでは続いてテキスト「#8 出資の履行」それから「#9」「募集株式発行等の効力発生」それから「#10」「募集株式発行等の瑕疵ですねこちらの内容については皆さん読んで確認をしておいてください ではここまでで、この募集株式の発行とですね、ここでポイントになるところ、一通り確認をしていきました。続いては、今度ですね、3番ですね、新株予約権ですね、こちらについて見ていきたいと思います。まずは、ここですね、括弧1概要のところで、この新株予約権という言葉ですね、確認をしておきましょう。新株予約権とは 株式会社に対してそれを行使することにより会社から株式の交付を受けることができる権利を言うということですね。で次の段落も見ておきますと通常あらかじめ定めた一定期間内にあらかじめ定めた一定の金額の払い込みをすることによって行使する、まあ、それから有償で発行するのが通常だが無償で発行することもます。 できるということでこの例としてストックオプションですね、まあ、この点については後ほどまた詳しく見ていきたいと思います、まあ、それから他の例としては敵対的買収のの防衛策ととして、まあ、ここ新株予約権が使われれることも考えられます過去に例としてはライブドアが日本放送を買収しようとしたことがありましたけれども その時に日本放送は防衛策としてフジテレビにこの新株予約権を発行しししようとしましたもしこの新株予約権が発行されて行使されればフジテレビの持ち株比率が上がってライブドアの持ち株比率が下がることになりますのでこれはライブドアにとっては困ることになりますよね。そここでライブドアはこの 進化病薬券の発行の差し止め請求をしたといった経緯があります。このあたりですね、興味のある方はご自身でも詳しく確認をしてみてください。ではテキストの戻っていきまして、この進化病薬券の発行手続きということで括弧2のところですね。この 発行手続にに関連しては基本的にですね先ほどこちらで見てきたこの3つのケースですね公開会社の場合それから譲渡制限会社の場合それから株主割り当ての場合こちらに準じた内容となっているんですねでここでは1のところ公開会社の場合こちら一緒に確認をしておきたいと思います。原則として 取締役会等で募集事項を定めて行うただし例外として以下の場合には株主総会の特別決議が必要であるかっこ有利発行とありますでここで A 無償で発行しそれが新株予約権を引き受けるものに特に有利な条件である場合ということでこの例がストックオプションということになりますそれから B 払い込み金額が新株予約権を引き受けるものに特に有利な金額である場合ということでこれも有利発行にあたりますねはいでこの点ですね一緒に確認をしていきましたが今度はカッコ3のところですねストックオプションこちらも一通りポイント確認しておきたいと思いますまずは1定義のところを見ていきますとストックオプションとは会社が 取締役や従業員に対してあらかじめ設定した価格、権利公式価格で自社の株式を購入する権利を付与する制度であるということですね。それから ②、丸に報酬制度としての位置づけということで、まあ、こちらは皆さんもご存知の内容かと思いますので一通り目を通して確認をしておいてください。それから、ま3の内容ですね。 金融商品取引法上の発行手続きということでこちらについては2行目の後半のところを見ていくと有価証券届出書等の提出を要する場合があるということなんですけれども次の文章ただしということでストックオプションに譲渡が禁止される旨の制限が付されておりかつ発行会社または 100%子会社の取締役会計参用監査役執行役または使用人を相手方として勧誘が行われる場合には提出義務が免除されるということですね。まあ、この点細かい内容になりますけれども今見てきたようにこの譲渡禁止の制限がつけられている、まあ、それからこの関係者ですね会社の中に対象が限られているといった場合にはここですね 今見てきたようなこの提出義務が免除されるということなんですね続いて ④ ストックオプション税制ですけれどもこちらについてはちょっと読んだだけでは分かりづらい内容かと思いますのでこちらですね板書の図を通して一緒に確認しておきたいと思いますまずこちら板書の図の方を見ていきますとこの縦ですねここはこのストックオプションの価格を表しています それから右の方は時系列ですね、まあ、それぞれまあ行動が書かれていますけれども、まず最初の段階ですね、ここ、ストックオプションが付与された段階ですね、ここはまあ無償で付与されたということですね。それから、ここですね、権利を行使していく段階になりますけれども、ここでまずテキスト最初のところを見ていきますと、ストックオプションは原則として、権利を行使した時点で、 講師時の時価が権利行使価格を上回っている部分について給与所得として課税がされこちら図の中で確認していきますとこの行使した時点においてはまずはここですね権利行使価格とのこの差額の部分ここはお金を払う必要があるわけですねでこの権利行使価格ちょっと今の表現をもう一回確認しておきますと 行使時の価価が権利行使価格を上回っている部分これどこを意味しているかというとこの時価と権利行使価格のこの差額の部分ですよねこここの部分この部分については給与として課税がされるということなんですね考えてみますとこの部分というのはまだ利益が実現したわけではないですよね 実現したわけではないんですけれども原則としてはこれ給与所得として課税がされるということなんですね。で次の文章を見ていきますとあ次の文章2行目の後半のところからですねまたで始まる文章ですねまた当該株式を売却した時点で譲渡価格と権利行使時の時価との差額部分について譲渡所得として課税がされるということですね。 これ今の続きですけれども今度は売却した時にこの売却価格ですね売却価格とまそれからここここまでは給与所得として課税がされていますからこの差額の部分ですねここ差額の部分ここに譲渡所得として課税がされますよということですねこれが原則ということになりますでは 次の文章を見ていきますとただしということで税制的確ストックオプションの場合権利行使時の課税は繰り述べられ株式売却時に売却価格と権利行使価格との差額に対して譲渡所得として課税がされるということでこちらですね税制的確となれば行使時には課税がされず売却時において この権利公式価格とこちら売却価格この差額ですねこれを譲渡所得ということでここですねに対して課税がされますよということになりますあこの点ですね両者の違いこの図を通して押さえておいてくださいはいでは新株予約権につきましてはここまでにいたしまして次ですね4番社債 についいてて見ていきましょうまずは定義のところですねこちらから確認をしておきますと会社法の規定により会社が行う割当により発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって募集事項の定めに従い召喚されるものであるこの表現だけだとちょっと分かりづらいですけれどもテキスト3 権権者の権利ここ最初のところを見ていきますと社債権者は社債の期限が到来したときに償還括弧社債の元本の返済を受けそれまでの間は発行時に定められた内容の利息の支払いを受ける権利を有するということになります。それからテキスト先ほどの括弧一） 1定義の赤文字の次の文章を見ておきますと 株式会社、合名会社、合資会社および合同会社のいずれも社債を発行でき株式会社である特例有限会社も発行できるとこのような位置づけになっていますでは次に括弧に発行手続きのところを見ていきますとここですね原則と例外ということでこの点は押さえておきたいところですまず最初の赤文字のところを見ておきますと 原則として社債管理者を設置し、社債権者のための社債の管理を委託しなければならないとこれが原則となります。ではこの社債管理者とは何かと言いますとテキスト今度は括弧５のところですね。社債管理者と社債権者集会ということで丸１のところに社債管理者があります。 社債の発行会社から社債の管理の委託を受けてこれを行うものであるということで社債管理者に就任できるものは銀行信託銀行会社法施行規則170条で定めるものであり証券会社は社債管理者にはなれないとあります。証券会社社といいうののののははこの社債の発発行行ですねあるいは株式の発行に対して 会社側に深く関わっていきますよねその会社側に深く関わっているものが一方で管理もするというのはこれはどうもやっぱり立場としてそぐわないところもありますのでここで見てきたようにこの証券会社は社債管理者にはなれないということになります。ではテキスト先ほどの「括弧に発行手続き」のところですね。今原則 を見てきましたけれどもじゃあ例外ということでここですね見ていきますと例外として各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護にかける恐れがないものとして法務省令で定める場合には社債管理者の設置は不要であるということですね今見てきたところですね社債の金額が1億円以上で ある場合に不要というのはこれ逆じゃないかというようなところも一瞬思いますけれどもここですね次の文章を見ていきますと各社債の総額が1億円以上である場合には社債権者は相当規模の資産を有するものであり自衛能力があると考えられるためであるとまあこのような位置づけになっているんですね。 でここまでですね、今一度振り返っておきますと、こちら、社債の発行手続きにおいては、原則としては、社債管理者の設置が必要ということですけれども、例外として設置が不要な場合がありますよということで、各社債が1億円以上の場合、まあ、それからこちら、少人数死亡債の場合にも、こちらですね、不要となります。この少人数 社債についてはテキストをですねめくっていただいて5番のその他の関連キーワードのところ4のところに少人数死亡債と出てきます。こちら確認しておきますと少人数死亡債とは会社が親族や得意先などの身近な少数のものから事業資金を募るために無担保で発行できる社債であるということで。 発行のためには勧誘の相手方が50人未満、社債権者に的確機関投資家がいないだの,の条件があるということで、この少人数死亡債の場合にも、社債管理者は不要という位置づけになります。はい、では、ここまでですね、まあ、社債において、まあ、特に押さえておきたいところ、一緒に見てきましたけれども、この社債に こういいいっててののの本文の記述ですね残りの部分は皆ささん目を通しておいてください、はい、それからテキスト5番のところを見ていきますとその他の関連キーワードということで先ほどまあ少人数志望債とデッドエクイティスワップについては見てきたところですけれども他にここではかっこ1「デッドファイナンス」かっこ2「エクイティファイナンス」かっこ3「ベンチャーキャピタル」とあります。 まあこちらの内容については皆さん確認をしておいてくださいはいではここまでで第6節ですね資金調達についてまあ、特に押さえておきたいところを一緒に見てきましたがよろしいでしょうかはいでは次のテーマはですね第7節組織の基礎的変更ですねこちらに入っていくことにいたしましょう では、場所の方を切り替えていきますのでこちら、今一度、場所の方ですね、確認をしてください。よろししくお願い,いたします